皆様こんにちは。フルート＆ミュージカル創造者の斉藤舞香です。 今飛来心の右側に見えてます星がアークトゥルースなんですけどもえ昨日の、えー、と通信者アトラス彗星の位置がこれぐらいなんですけど今日はほとんどアークトゥルスと同じぐらいの位置に、えー、と高さ的にね出てくるそうなので、えー、と今日も探してみるぞっていう方是非見てみてください。ただだね、ね、ね。今日はは、ね、おにくででございいいいい、ます。間違って行っても、ね、空いててても空ないので気をつけてください、ねはい、ということで昨日の天体観望会では土星や月を見ながら 星雲、えーまあ、を見てでそしてね実際の目で、えー、とお月様や夏の大三角なんかが見えたりなんかしてでカシオピア座もね見えてましてねあの双眼鏡を借りてみるとはっきり見えましてびっくりしたりなんかしました。 さて今日は岩船の、えー、とレポートの続きいつのレポートって感じなんですけど先週ちょっと行っておりまして、えー、と星が丘という駅を見つけましたあの素敵な名前なのでいつか降りてみたいなと思いながらも、えー、とこの日はね偶然に乗り合わせた電車がまたトーマス号だったんですよ。なのでねあのトーマスさんを眺めながら、えー、と星ヶ丘を通過していきました。 目的は、地はもちろん岩船でござ m s 1 0さんに会いに行ったわけなんですけど m s 1 0さんねあのまだ大体、えー、プログラムの中の終わり10分ぐらいしか、えー、と投影されてなくてあとはオートプログラムというかあの岩舟の方が作られた、えー、とまあ あのプログラムがございまして、それを流しながら星空を投影するっていう形なんですけど、その時にはあのデジタル式なんですね。で、光学式のえっ、ー、とこの m s 1 0んは最後の方の10分ぐらいをこう投影してくださるんですけど、見てこのフル装備？ えと前回はねイベントの中で写させていただいたので動画で MS 店さんが動いてるところを映したんですけども今回はねあの投影前と投影後に、えー、とこのように静止画で、はいえー、撮らせていただいたんですけどこれすごいですよね。いいいつかこれ全部使っっててて投影して欲しいなと思っていますそれでは皆様またね